よし、うまくクロスボウ持ちのピグリン君を安全な拠点まで誘導できました。はいはい、こちらですよ。今準備しますので、そう慌てなさらずお待ちくださいな。ハーフブロック3つ分の高さでいいかな。あ、いい感じですね。向こうが反応してクロスボウを発射しますが、ハーフブロックが邪魔で矢はこちらまで届きません。理想の形です。改めまして皆さん、こんにちは。ネザーナビゲーターのアンナです。過去の動画の大半がネザーに関することばかりだったのに気づき、今までの動画で私について特に自己紹介をしてこなかったので、今回なんとなく肩書きっぽいものを探して名乗ってみました。今後ともどうぞよろしくお願いします。さて今回はクロスボウ持ちのピグリン君のクロスボウを無力化したらどうなるか検証です。先日、略奪隊のキリジャーはクロスボウを撃ち続けるといずれクロスボウが壊れて何もしてこなくなるという情報を入手したので、でしたら同じクロスボウ持ちのネザーの新しい仲間のピグリン君にも同じことができるんじゃないかと思い、早速検証です。検証は簡単です。冒頭のように安全な場所までクロスボウ持ちのピグリン君を誘導したら、私と彼の間にハーフブロック3つ分の高さの敷居を用意して、あとは撃ち続けているクロスボウが壊れるのを待つだけです。正規の大検証にご近所のピグリンさんも心配そうに見守ってくれていますね。あ、両手ぶらりになった。ついにクロスボウは壊れたようです。それではハーフブロックを取り除いて、すでになったピグリン君はどんな振る舞いをするのか見てみましょう。一定。あれ、今殴られましたよね。あ、ちなみに不意のデスポーンを防ぐために彼にはすでに適当な名前をつけています。一定。いたたたた、いたいたい、なんということでしょう。彼はクロスボウを失ってもファイティングスピリッツを失わない、素手でも構わずに挑んでくる根っからの武闘派でした。まあピグリン君は金防具を身につけていればほぼ無害なので、それでよしとしましょう。それでは趣旨を変えて、素手になったピグリン君に代わりに何か持たせて彼のコーディネートを楽しむことにしましょう。可愛いポピーの花を持たせてみました。アイアンゴーレムが村人に愛を込めてポピーの花を差し出すことがありますが、もしかしたら彼もポピーを片手に持つとアイアンゴーレムのように心優しい存在になるので、ならないですね。思いっきり助走をつけて叩いてきやがります。今そこそこ良い防具身につけているのに結構痛いです。お次は頭のおしゃれですね。サバイバルではそこそこ貴重なこちらをコーディネートしてみましょう。どうしましょう。叩いてくるから怖いとかじゃなく、普通に怖くなってきました。可愛いポピーを片手にあのノリで迫ってくるので、割と本当に怖いです。まあまあ変わり果てた姿になりましたが、キーインゴットはやはり大好きなようです。敵対化してても一応取引はできるんですね。あの格好で金を見つめてる姿がちょっと可愛い。その後、取引の品を自分で身につけてしまったり、ピグリン一家の家にご招待するにも彼の頭が邪魔すぎてスムーズにご招待できなかったりと、いろいろありましたが、とりあえずご近所さんの一人として迎え入れることに成功しました。とりあえず先客のピグリン君たちとも仲良くできそうですね。絵面がすごいですが。そして彼の最終コーディネートはこちら。可愛いポピーを片手に、爽やかな春をイメージした上下に、キラッと目を引くこじゃれたハイテクスニーカー、そして頭は他を圧倒する、まさにキング・オブ・キングス、ドラゴンの頭で威圧感を演出。誰でしたっけこれ。